あなたを必ず更生、いえ幸せにいたします。生涯をかけて。往生際の悪いことだ。あの日、あの時、違う選択をしていたなら、もう故郷の家族やかつての部下を失いたくはない。罪を認めず逃げ出すなど恥を知れ。ハディス様が連れてきた子供というのはあなたですか？まさに僕が追い求めてきた理想の女性だよ。しかも僕に求婚してくるなんて、それって僕を好きだってことだよな。失礼ですが、外見と中身が合ってなさすぎませんか？動機が。何やってんだよもう。私はまだ何も奪われてないんだ。今度は失ってたまるか。